マリア・ウラジーミロブナ・ロマノバは、ロシア定位請求者。1992年より、ロシア女帝及び、ロシア提出課長を称しており、また、出生時より、ロシア大公助の儀礼称号と、の、継承を用いている。しかしその定位請求権及び、大公助称号の使用には、ロシア皇族子孫の一部から異議が唱えられている。 マリア・ウラジーミロブナのモノグラム1953年、ロシア提出課長のウラジーミル・キリロビチ大公と、その妻の公爵令嬢、レオニーダ・バグラチオンム・フランスカヤとの間の一人娘としてマドリードで生まれた。母レオニーダは、アメリカ人の資産家との離婚歴があった。マリアは、マドリードとパリで教育を受け、短期間ながら、オックスフォード大学に在籍し、 ロシアの歴史と文学を学んだ。1969年12月23日、マリアは家内法において成人とみなされる年齢に達し、父ウラジーミルに忠誠を誓う儀式を行った。ウラジーミルはこの時、自分が他の皇族たちに先立って死んだ時には、マリアがロシア定位の保護者の地位を引き継ぐと宣言して、一族の大きな反発を買った。 これはウラジーミルが自分の直系子孫に定位請求権を受け継がせるための企てとみなされ、3つの分家の当主たちはウラジーミルの決定を違法だと非難した。マリアは1976年9月22日、プロイセン王子フランツ・ビル・ヘルムと結婚した。フランツ・ビル・ヘルムは正教会に改修してミハイル・パブロビチと名乗り、ウラジーミルから ロシア大公の称号を授けられた。夫妻は一人息子のゲオルギー・ミハイロビッチが生まれた翌年の1982年に別居し、1985年に離婚した。フランツ・ヴィル・ヘルムはロシア名を名乗るのを止め、称号もプロイセン王子に戻した。1992年に父ウラジーミルが死去するとマリアがロシア提出課長の座を引き継いだ。 しかしこの継承も他の皇族たちから反対にあい、反対派の人々は、ロマノフ家教会の総裁を務めていたニコライ・ロマノビチ、ロマノフを、ウラジーミルの後継者に選んだ。ウィキメディア・コモンズには、マリーやウラジーミロブなロマノバに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。